オキングです。今日も先生トロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース可愛いトロールレベルにゃーということで、まず制作者さんを見てもらっていいですか。あのツテルルさんなんですよ。ツテルル攻略 YouTuber として絶対にこのコースはやっておきたいところですね。そして私の騙しコースは運営に消されやすいのでダウンロード推奨だぞって書いてたんで即座にダウンロードしてきました。ということで早速やっていきましょう。クリア率は 0.96%。 コスメは可愛いかもしんないけどクリア率は全く可愛くないもんね。そして久々の 3D ワールド、うわ絶対このコースにジャンプしたらなんか出てくる。なんでこのパンブロック叩きます。こっちが正解なんじゃないかな。坂だいや出すぎでしょこのパンブロック叩いて。なんでそんなに魚が出てくると大量すぎ、やばいって、焼き魚が大量じゃねえか確かコース制作ってさ1体の敵キャラを何匹までしか使用できないみたいなそんな制限があったんだね。それなのにここだけにそんなに使うさあここはどういうことなんでしょうか。あ、下に行けってこと。下に行ったらオンオフが変わってこの先に進めるっていうことっぽいね。なんでスタートした瞬間にさこの下があったじゃん。ここに行けばオンオフが変わってるっていうわけじゃないの。あぶな絶対魚かなんか出してくれでしょ。あぶねこいつには引っかかりませんよ。あなたはなんて名前ですか。じゃあここでオンオフした後にすぐ土管に入っていこう。あのなんかわかんねえやマジで名前がわかんないので、ね、なかなかやるねつるる。こんなに初回殺しするような人だったっけ。 3D コースだからコース制作にちょっと戸惑いがあるのかな。どうなんだろう。じゃあここで一旦右に行ってはやるじゃん。ここはオンオフが変わった後にすぐ左に行けっていう感じだね。これでよけれるんだね。もう嫌だこここのステージするの嫌だ。めちゃくちゃ怖いな。でフラワーのベルのトンカチュ1個も違うやんかじゃあ必殺技で倒していきたいと思います。いきます。ハイパーミラクルダッシュスーパーローリー。ここは右に行かないですぐ下の土管に入れ。これが正解だったんだよきっと。さあ進んでいきます。また違うやんかこれは。なるほど、下に行って次左に行ってブーメランを取れっていうことで、じゃあスタートした瞬間下に行って左に行ってブーメランを取る。これで合ってる。あら、なんか変なとこ連れて行かれたよ。これで大丈夫か。いや絶対こっちになってる。まず鉄球を避けてみようか。鉄球を避けてジャンプしてすぐ右に逃げる。ここにアイテムが出てる。なんでそのスピードの速さ、おかしくないわ。ここはどういう罠なんですかね。痛い。じゃあここはさハテナ叩いたら右上の方でフラワーが出てきたよね。この辺でジャンプしたら取れるみたいな。よしよしよし。そしてツララに当たってどうすればいいだろう。この右のブロック開くのかな。開かないで、ね、じゃあこの上にも行くしかないと思うんで行ってみます。やべー絶対右隠しブロックあるでしょ。分かってんだよツペルル一旦チリになってここでキノコ出てきた女は忘れないようにしよう。でこっから壁ジャンで上の土管に進めるっていう価値か。さあ進んでいきますか。ここはジャンプしようか。なんか危ないんで魚にゴーこの土管に出たら何もしないでおきます。そして下に何があるのかな。このカートに乗れっていう感じか。そして右にダッシュしていたやべえどうしよう。これ右に走っていく。そっからジャンプしたら絶対なんか罠あるでしょ。あぶねえ避けれました。なんでよここは右にジャンプするところまで合ってた。そしてあ、これでいいのかな。捨てちゃったけどいい。これでもあ、やっぱ出てくるよね。大丈夫。このハテナは何だろう。なんもないのか。上は上もなんもないね。やべえ、なんかツネルルさんのコースだからいろいろ見たい現象が起きてきてる。罠に引っかかってもいいから。何このキノコ新しい色してんだ。これ取ったらどうなるの。合ってるんじゃない。そしてこのワープブロックに入ってヒップドロップで合ってる。多分そうだよ。これでいいでしょ。で右に進んで上に登っていくと、あの左のハテナブロック、いや違う、びっくりブロック気になるな。このまま進んでってみようか。このハテナはまあいいでしょう。あれはまあ引っかからないとして、さあ進んでいきますか。この先は何があるんでしょうか。大丈夫、何もない。あ、なんかある。なんでお前じゃねえんだっていやなんかクリボーのかぶり棒出てきてたよね。これ絶対かぶらなきゃいけないと思うじゃん。さあ下にハテナブロック、左にはつららか。このつらら抜けれなさそうだね。このハテナ叩いています。なんか出る。スター取ったらダメダメ、やられちゃったね。
すいません、僕分かってしまいました。この場所でスターを取れば先に進めるっていうことだね。さあ進んでいきますか。このハテナは何もないね。じゃあ左に行ってみようか。うわやべえ、これ絶対やられるやつでしょ。この先は何なんだろう。死にたいっぽい匂いがするな。どういうことなんだろう。さあ忍者も出てきましたね。僕は今から成敗されるんでしょうか。いや僕は成敗するでござるよ。この上のなんだっけ、このお化け名前分かんないですけど、ピニーだったっけ。おピニーでいいや。この子にどんどん当たり続ければいいっていう感じでしょ。このキノコを取らずに。なかなか難しいの持ってきやがったな、つるるる。今までこんな難しい新耐久なかったやんか。ちょっと当てて、やったじゃあこの場所で一旦とどまっておけみたいな感じからとどまっておこうか。そしたらそういうことちょっと分かんなかったけど、これで先に進めるっていうことか。このハテナ絶対叩かない方がいいよね。もう なるべくハテナ叩かないようにしてっていいから、ちょっと実況者としてどうかなと思うんですけど、あんまり叩きすぎるとほら引っかかっちゃうんだよね。ここでキブロックを下に置いてドアに入る。来ました。さあ進んでいきますか。そろそろチェックポイントに欲しいな。ここはどうやって行けばいいんだろう。ここ違うみたいな感じ。あ、分かったよ。これスタートってあの場所でヒップドロップしなくちゃいけないんだね。これ下行ったらやられんのかな。確かやられるよね、ここで。なんでここでスタートって下に降りたらこの場所でヒップドロップすれば、そう、このあれが手に入ると思うんですよ。この砲台が合ってんのこれ笑われてるけど合ってるんですから。大丈夫、一旦右に逃げとこうか。なんかボム編出てきてるから多分こっちで合ってないで、絶対あったよねこれ。さっきの死に耐久やんか。次スターが切れてからヒップドロップしてみる。この場所でそんでヒップドロップして左にダッシュして逃げてみようか。それでなんか変わるかもしんないよ。合ってる合ってる。そしてここでもう一回オーグ変わるでしょ。いました、これで進めるっていう感じだね。さあ進んでいきますか。でさっきの場所まで行ったらなんか鍵部屋があったよね。そこまで一緒やじなんでいいのよ。ここで石親父が出てきたよね。この石親父壊せるのかな。壊せないで、じゃあジャンプして避けろっていう感じか。さあ進んでいきましょう。ここは右上、ここまでは一緒だよね。ここで魚出てきたと思うけど、なんかさっきと違うパターン来るのかな。なんで斜めなの。もう木箱ねえしさ、木箱振ってこないね。分かった、右下のあのハテナブロックがなんか鍵になってんのかな。じゃあ次はこのハテナを叩いてこの場所に追っておこうか。そしたら魚回避できるでしょう。そしてこのハテナ怪しいよね。これがなんかパウ、これでどうするんだろうね。もう一回発動してみる。そしたらなるほど、ここに足場ができるっていうわけで、ね、さあ行きますか。でこのまま何をするくっそもう悔しい、怖い、もうほんとこのゲーム怖い。ちょっと奥さん聞いてもらえます？最近息子がピオキングっていうよくわからないゲーム実況者を見てるんですけど、もううるさいってなるのもうかなわないんですよ。あらやだ、お隣さんもですか？うちの娘もですね、今受験で忙しいのにそういうのばっか見てるんですよ。なんか花とかさっきと違うやんかとか言ってるんですけど、何がさっきと違うのか教えてほしいですよね。え？ここなんか違うみたいな感じ？わかった、オンオフをして右下のワープブロックに行けってことだったの。じゃあこの土管は何だろう。また耐久部屋かな、アンチルーム絶対来るよ。そういうのがどんな感じなんだろう。またここかじゃあここは右のオンオフをしてこのまんま右に進めばよかったんだよ。そしたらワープブロック、いやこれはわからんやろ。さあ中間ポイント取らして、左側にトランポリンがあったんだよね。なんで右側のここに追っておけば中間取れる。ナイス、よしよしよし。うわまだあんのこれ、どうすればいいんだろう。あっつ、じゃあここは右で逃げるっていう感じだね。あ、さっきと違うやんかここは左でよかったの。ずるいよね、さっきと違うパターンは。でここで上に行く、これ壁を伝って上に行ってみたらなんかあるみたいな、そんな感じじゃないかな。うわ何もなさそうだね。じゃあ素直にこの扉入っていこう。上めっちゃ気になるな。何もしない、考えさせてくれる時間はあるみたいだね。じゃあここでハテナを叩いて左、ナイスで戻ってくるでしょ。何、何ですか、怖っ。じゃあここは何もしないでおけっていう頃からこの場所で待っておくよ。そしたら、あ、なるほど、こっちに行けるっていうわけで、さあ進んでいきますか。今何が出た、バネか、このバネ持てる、何ですかねこのバネの意味。
あれどうやって行けばいいんだろう、ここバネが何か消したっぽいよね。なんで先にバネ持っておいて、このハテナ叩いてみたら鉄球が出る。ハメでかっこのカメで蹴ってブロックを壊せっていう感じで、さあ行きますか。このバネ持ってっていいのかな。多分持ってってここでビヨンせないけん感じでしょ。さあここでビヨンします。頼む、何もないで。熱い熱い熱い、はっ絶対違う、絶対こっちじゃない。下を進化してあの黄色いの感じ入れっていう感じだと思うんですよ。なんでやられてないの。なんか出てきてくれる。あ、左下にテレサがいるのか。じゃあここで上に行った瞬間下を進化、それで黄色いのか入れるでしょ。よしよしよし、さあゴールが近づいてきたんじゃないんでしょうか。あ、どうすればいいんだろう。アリを踏むのはいいんだけど、ちょっと右に行ってみようか。右に行ってこっからどうするかなんだよね。なんかブーメラン取れたね。ブーメラン取れて、この上は、あ、ブーメラン取れて合ってたんじゃないかな。でこの地下ブロックで降りて右に行くみたいな。あれ左の鍵、あと1個鍵が足りないんだけど、この上から、そして下にすぐ逃げる、そしてブーメランを取って左のドアに入る。これで合ってたんじゃないかな。右を進化してたらさ、多分あのワープブロックに入れられたと思うんだよね。だから多分これで合ってるでしょ。熱い、絶対熱いよこれ。はっ、くそやめてよもう、どっか行ってっても。じゃあ次はジャンプしない、この砲台に上に連れてってもらえればいいっていう感じでしょ。さあ行きますか。でここはジャンプしていいよね。焦った、めっちゃ焦った。チビになれる場所があったんだね。でここで土管に入って、どうなる、そろそろゴール来て、お願いバディー次はあのバネに引っかからない、すぐジャンプして避けよっか。よしよし、絶対隠しブロック出てくると思ったんだけどな。こっからどうするかだよね。ジャンプして、この、あ、これ取っていいのかな。このクリボ取っていい、まずこのブーメラン取ってみよっか。ブーメラン取って、いや、このクリボーの頭取ったらいけないよ絶対。なんかそんな気がする。じゃあ一旦クリボーの被り物被るじゃん。そして当たっていってみる。このまま当たって、まず倒すでしょ。でこのまま下に行けばドッスルが動いてくれるみたいな。左にナイス、危ない。はあ、どっちが正解だろう。左めっちゃ気になるな。この鍵が正解でやって、頼む。熱い熱い、ジージーって書いてるよ。ここ正解でしょ。もうゴールあっていいよ。ここゴールでしょ。壊してよ、頼むって、壊してよえ、これもどうしようもない感じ。もしかしてこの土管に入れなかったらよかったみたいな感じかな。それでは皆さん、お待たせしました。これでゴールができると思います。この土管に入らなかったらいいっていう感じでしょ。あれ、あ、いや、合ってる合ってる。で、この猫があればゴールできるんだよ。このブロック壊せるもんね。さあ行きましょう。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、猫とブロックということで、説明文にね、むやみに Y を押したら即死ですって書いてるんですよ。そして最速タイムが1分16秒なんだけど、めっちゃ時間かかっちゃうね。この人画面コースでなんでそんなに時間がかかってんだろうって思うんですけど、それじゃあ早速やっていきますか。何かしらのゴール条件があると思うんだけど、コインを全て取ってから、いやちょっと待って208枚って多くない？この画面の中に208枚のコインが隠されてんのかな。もしかして隠しブロック的な。なるほど、そういうことで、っていうことはどっからどこまで隠しブロックがあるんだろうね。ここ全部間違ってるよ、これやばくねっていうことはよ、うまい具合に隠しブロックを出していかなきゃいけないんだろうね。なるほど、だから1分以上かかってたんだね、このコース。でこの208枚のコインってほぼ画面が全部埋め尽くされるぐらいあるんじゃないのかなやべえもう終わったやんこれゴールポールのところまであったら鬼じゃない、隠しブロックが。あ、この上はない感じだね。隣はあるんだね。多分このゴールポールの上だけきっちりないみたいな。こ
ここだけかわして全ての隠しブロックを出すっていう感じでしょ。これもう積んだでしょ絶対これ。あ、一番上もないのか。いやまあまあこれでももう積んでるんですけどね。じゃあこれもね端っこから出していくしかないと思うんだよね。だってスタート地点の周りから出してってみるで、どこまであるんだろう。ここまでか。こっから引っ掛けしてどんどんゴールポールの方に近づくように出してってみるで、そして右側も端っこからゴールポールに近づくように出してってみる。これで繰り返してゴールできるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとやってってみるね。さて右側は全部出すことができました。この一番上は何もないからね、次は左側も同じように端っこからこういう風にして出していきたいと思います。これで208台集まんのかな。さてここまで来たんですけど、こっから左から叩いていけばゴールできるのかどうなんだろう。頼む。ここまで結構地味に作業時間かかってるからね。こっから残り、残り1枚じゃねえか。残りあと1枚、もしかしてスタート地点の下にあるのかな。ここまでやったのに。いや残り1枚めっちゃ悔しい。絶対スタートのね周りだと思うんだよね。とりあえずここ上まで出せるとこまで出していってみようか。そしてどこら辺まである。あ、これでいけそうだよ。さっきさ、この左下、今マリオがいる左下のブロック出てなかったんだけど、この1枚のおかげでもうゴールできそうだね。ちょっとやってってみる。さあここまで来たんですけど、きっとこれでもうゴールできるよ。多分大丈夫と思う。次はもうさっきの1枚ちゃんと取ってるからね。ほら残り2枚でしょ。ここを叩けばゴール。ゴールさせてよ。きれいに決めさせてよ。ここで決めます。はい、いやなんか時間差あったよね。いやめっちゃ見たブロックにね埋まっちゃったかと思いました。それじゃあどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。